皆さん新年明けましておめでとうございます。これより平成26年仕事始めを行いたいと思います。本日司会を務めます筆頭副幹事長萩生田光一です。どうぞよろしくお願いいたします。最初に国歌斉唱を行います。それでは自由民主党安倍晋三総裁より新年のご挨拶を申し上げます。皆様明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては平成26年の新春をお健やかにお迎えのことと、思います。昨年の仕事始めの時よりもこの会場雰囲気がさらに明るくなって皆さんの顔も元気になったのではないのかなと、こんなように、思います。昨年1年間は経済最優先で日本を取り戻す戦い皆さんと共に邁進をいたしました。おかげさまで成果は上がっています。この皆さんには自信が芽生えてきたのではないのかなとこう思います。一番大切な雇用においてもリーマンショック後 0.42 倍まで落ちていた有効求人倍率がとうとう1まで来ました。一人の求人求職に対して一人の求人があるという状況までは来ました。まさにここからなんだろうとこう思うわけであります。また連合の平均によりますと調査によりますとボーナスも昨年の冬3万9000円増えているわけであります。その、笑いを笑みを外に出さないようにする人も多いもんでありますからなかなか気づきにくいので、ございますが、私の地元においても、だんだんとですね、地域の企業が賃上げを行うという決断するところが、ぼつぼつ出てきているわけでございまして、まさに、今年4月から消費税を 5% から 8% に引き上げる判断を皆様と共にしたのでございますが、この4月において多くの企業がしっかりと賃上げを行っていただけるかどうか、これが大きな勝負なんだろうと、このように思います。長く続いたこのデフレから脱却をするためには、それぞれがベストを尽くすしか道はないわけでありまして、我々自由民主党はその先頭に立って、デフレから脱却をして、強い日本、誇りある日本を取り戻していかなければならない、こう決意を新たにいたしておる次第でございます。今日、先ほど、エルドアン首相の歓迎式典を行ったところでございまして、夜には首脳会談を行います。そして今週の木曜日から15日まで、アフリカ中東を訪問することを予定しておりまして、その後、ダボス会議に参りまして、基調講演を行い、日本が目指す方向についてしっかりときちんと説明をしていきたいとこう思う次第で、ございます。いずれいたしましても、今年はまさに躍進の年としなければならないわけであります。私も皆様と心を一つにして全力を尽くして参る決意で、ございます。本年1年間日本にとりましてさらに良い年となりますことを記念いたしましてご挨拶をさせていただきたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。総裁ありがとうございました。